はい、どうもりです。今日はスプラトゥーン2を始めた初心者の子と対マンする企画をしていきたいと思うんですけど、いつも俺が初心者と対マンしてるんですけど、今日は初心者対初心者を戦わすっていう初心者同士の対マンを見ていこうかなと思います。で、ちょうどランクも11と12で同じぐらいなので、いい勝負するんじゃないかなと、はい、思います。みんなは応援してあげてください。はい、マッチングしました。箱ウグ倉庫タイマンバトルよろしくお願いします。で、今回自分は観戦なので、まあ上からね見ていきたいなと思います。まあちょいちょい初心者ちゃんの視点に合わせて見ることもできるので、うまいこと見ていきましょう。で、ローラー対ローラーだね。カーボンとスプラローラーだ。あ、コロコロしてる。どっちがランク11でどっちが2人ともコロコロしてる。どっちがどっちかわかんないんだけど、あ、カーボン、ここはカーボンが勝っていく。殴り合いだね。このままちょっとカーボンローラー見ていきましょうか。あ、歩いて帰るのか。あ、塗ってますね。一応縄張りではなくガチ上がりにしたんですけど、お、ローラーコロコロしてる。かわいい。お、スーパー着地。ここロボット、あ、ロボットボムラッシュ強いぞ。さ、敵探してどうする。あ、ローラー帰ってますね。真ん中にいますね、今。ローラーはどうするか。振って、振って、惜しい。インクがなくなっちゃいそうだ。あ、逃げろ。あ、引かれちゃった、引かれちゃった。もうカーボンがしっかりと引いてきました。カーボン、射程が短いから、うまいこと詰めて戦っております。あ、戻っちゃった、戻っちゃった、帰っちゃった。待ってたのかな、相手のこと。優しいな。あ、帰っちゃった、帰っちゃった。帰っちゃった。あ、どうした？あ、帰り、あ、嘘、帰り方がわかんないのか。自分の歩いて帰った。歩いて帰った。その間にローラー塗ってる。ローラー塗ってた。回復して、ローラーも頑張れ。あ、カーボン来たぞ。潜伏からの攻撃、惜しい。引くのか、倒すのかだな。振って倒すか、引くのか。二人とも同じことし。最初難しいからね。左いる。あ、おお、今度はローラーが、リード。スーパージャンプで戻るのか。戻りはしない。これは塗っていく。いいね。でもまだ少しだけ、カーボンローラーがリードしてますかね。カーボンコロコロして、おー、危ない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 。頑張れ頑張れ。スーパー着地。どうする、カーボン。カーボンどうする。お、ボムラッシュ、いいね。これで敵に当てていきたい。お、でもローラー上乗ってるね。上はきついんじゃないかな、カーボン。あ、ヤグラ動いた。ヤグラ動いた。ヤグラが、ヤグラに乗ってしまったか。お、カーボンが倒せるか。あ、インク出てない。チャンスチャンス。頑張れ頑張れ。チャンスチャンス。いい戦いしてな。お、どっちだ。お、今度はカーボンがしっかりと倒していく。振りますね。カーボンはちゃんと縦振りで。あ、歩いて帰ってった。マジか。これ教えてあげたいな、スーパージャンプを。おー、びっくりした。あ、ローラー。あー、ローラー。しまった。ちょっとローラー相手見失っちゃったかな。最初はね、ローラー使ってるってことは結構塗る人なのかな。お、でもここは潜伏をして。お、どうした？大丈夫か？あ、やばいやばい。お、しっかり倒した。すごい、ちゃんと振って倒した。いいね。全然、全然戦えるよ、ローラー。やっぱいい戦いしてるな。あ、カーボン来たね。潜伏。お、でもちゃんと潜伏してる。いいとこ潜伏してる。あ、大丈夫か？スーパー着地。どうする？あ、ボムラッシュ来た、ボムラッシュ来た。逃げろ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 。危ない危ない危ない。あ、ボムラッシュ強い。これはボムラッシュ強かったな。ローラ端っこいるね。隠れて、カーボンが来るところに振った。おー、いい打ち。いやー、いいや打ち。二人とも。だけどカーボンもよく反応したよ。はい、ステージを変えまして、モンガラキャンプ場にしました。
で、ここはちょっと狭いから、ローラーコロコロしてたらなんかどっちもいい感じに戦えるかなと思って、立ちようと迷ったんですけど、立ちようとちょっと落ちちゃう。いやーでもここも落ちるかな。なんか、結構、ステージをね、選択するの難しかったんで、箱フグ以外やりたくて、とりあえずモンガレにしました。あ、止まってる、大丈夫か。あ、そうそうそう、そんな感じで。ヤグラーからね。お、でもローラーめっちゃ攻めてる。ここは相手を見失うことないから、お、ローラーがここは倒していく。やりました、倒しましたね。なんかさっきまでさ、相手をさ、剥がしてた描写があったから、やっぱまっすぐだと戦いやすいんかな。お、どうする？ローラーが上から。ここは、ローラー有利か？さっきはカーボンが少しだけ有利だったかもしれない。お、ここはカーボンが倒した。お、すげえすげえすげえ。縦振りで倒した。左から行くのかな？裏取りか？裏取りするのかな？敵陣地の方行って、あれもしかしてジグ間違えたか？本当はジグ、あ、待って、これ相手陣地まで来た。なんで、それ相手陣地や。間違えたね。多分今ジグに戻ろうとして、相手陣地間違えてきちゃったんだろうな、これ。次、倒していた、倒していた。お！これはボムラッシュ。ボムラッシュ持ったけど撃てないか。おぉ、これはローラーが倒していく。さあ、今度はローラーが待ち構えております。賢いな。賢いぞ、ローラー。こさせないよりパシャパシャして。あれだな。スプラ歴が未上、つえ、つえ、つえ。あ、追ってる、追いかけっこしてる。あ、でもインクない、インクない。インクなくなっちゃったね、今ね。さ、カーボン、ここから入れなくなっちゃったか？戻れるか？え、多分ランク10とか10代だったら、全部のステージやってないんじゃないかな。初めてやるステージが結構多いかもしれない。ここはしっかり逃げて。このボブラッシュ強いよね、カーボンローラーの。さあ先にローラーが見える。おっと、危ない。お、縦振りを選択してる。えらい。あしゃしゃしゃ、頑張れ、頑張れ。痛い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 。いや、二人ともいいね。ちゃんと相手のこと見つけられるんだな。俺が初心者の頃は全然敵見つけられなくて、ローラーずっとコロコロしてましたけどね。相手陣地また行った。どこにいんだ、ローラ。あ、バレた？あ、バレてる、バレてる。あ、ここはボムラッシュ。いいね、ボムラッシュ。でもこれは当たらないか。この先にローラーいるの？あ、いた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 。さあ、どうするどうする。あ、インク出てない、インク出てない。さあ、チャンスなのか。うわ、縦振り、おー、相打ちだー。ローラーも頑張った。猫泣いてる。さあ、最後はバーの一族で戦ってもらいます。で、このステージは一度、初心者のことを怠慢したことがあるんですけど、真ん中のバーが動くステージなので、ちょっと戦いづらいんですよね。ほら。綺麗だな。上から見てる時計みたいで、すごい綺麗。これ、ケチャップとマヨネーズのインクかな。お、カーボンがここは前に出ていく。一応、ローラーコロコロしてれば大丈夫なのかな。なんかすごいぞ。ローラー真ん中いるね。さあ、後ろからカーボン行くのか。さあ、この自分が塗られているインクを利用してね、戦って、お、ローラー来たな。そう、あ、でも押される。危ないぞ。ローラーはどこだ？あ、ローラー埋もれちゃった。さあ、これ大変なんだよね、これ。おー、でもここはローラーがしっかりと倒した。射程を利用したな。さあ、ローラーも頑張っております。後ろ塗って、あ、ここ怖いね。おー、びっくりー。もうちょっと見えなかったな。すでにここでも戦っている。もうここまで戦場が変わるんだな。真ん中ではなく、もうここ黄色チーム有利なんじゃないか。ローラーが。うわー強い。この場所で戦うのは多分難しいと思うな。すごいぞ。もうここで戦ってんもん。リスキルしに来た。おー、ローラーが、待って、ローラーが上手くなってる。この戦いでローラー上手くなってるぞ。今度ローラーは真ん中で待ってます。カーボン来るの待ってる。ここスーパー着地。ちょっと塗って。あ、カーボンのとこ降りてった。どっちが、今度はどっちが。おーっと、相打ち。カーボンも頑張れ。最後。頑張るんだ。いけ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 。
いけいけ、あ、足元が、いけ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 、倒せ倒せ、頑張れカーボン、目の前にいる、一発、あーでもこれ射程に入れた。お疲れ様でした。自分が戦わないバトルもなんかいいね、見てるのも結構好きだ。